こんにちは、ひかりです。今日もね、またもやフリーマーケットに行ってきました。もうね、出店したり買い物したりなんですけど、今回は買い物オンリーで行ってきました。ちょっと雨が降りそうだったので、出店はね、ちょっと今回はやめて、買いに行くだけにしたんですけど、雨はね、一応ね、パラパラはね、途中来たみたいなんだけど、もう全然大丈夫でしたね。はい。お、こんな感じで、これなんか普段見ないよなっていう、なんかレトログラスをいっぱい扱ってるブースですね。そうそう、昭和レトロなグラスが結構ありました。食器類とか、あとスマホケースが結構ありますね。ね、でこの道を渡って、まあ、道というかね、駐車場なんだけどね。そう、駐車場内でやってるふうに学びます。ちゃんとね、消毒とかもありますね。そう、今回やっぱ雨の予報があったからね、出店者が若干少なかった気もするけど、でもね、そう、最近中止が多かったんですよ、雨とか風とかで。だったんで、お客さんがめちゃめちゃ多かった。うん、今回お客さん多かった。だから繁盛したみたいっすよ。ここね、なんか家族連れが出店って感じで、絵本とか小物類とか売ってましたね。そう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 。家族連れって安いパターンと微妙に高いパターンってあるんだよね。これ1個10円コーナーがあって、すぐ見たかったんだけど、もう人がいっぱい見てたんで、いいの取られちゃったかなと思って、ちょっとがっかりしました。行ったのが今日ちょっと遅かったんだよね。ぶっちゃけ20分ぐらい遅刻ですね。もう20分早く着きたかったなって感じで。そんな感じ。ここね、いろいろあって、この動画を撮った後にプラッと見て、あのここでね、ドラえもんのめんこ買いました。でかいやつ100円で。その様子がね、動画で収められてないんですよね。動画撮った後にプラーって行ったら新しく出てたんですよ。でこっちはね、何、あー、こっちなんかレトロなドールとか売ってた。ドールというか、うん、ドール売ってた。ドールって言ってもなんかキューピーちゃん的なやつね、とかお人形って感じ、うん、ブライスとかじゃなくてね。ここにあります、あの絵とかね。え、絵というのか、何なんだろう。ステンドグラスかな。結構値段が高めに設定されてる店舗ではありましたね。でもね、売れるときは売れるんですよ、7000円でも。あのね、ステンドグラスの今絵みたいなやつ7000円だったんですけど、あ、で食べ物屋さんも出てて、今回食べ物屋さんでホットドッグ食べましたよ。帰り品に食べました、ホットドッグ。300円しました。あの、IKEA とかで100円で売ってるやつを300円で売ってるって感じなんだけど、まあまあまあ、こういうとこにね、出てきてくれて、しかも出来たてで、まあでも、うん、まあ100円って感じはしたけどね、ぶっちゃけね、これは申し訳ないけど、うん、シンプルドッグってやつが300円だったんだけど、ほんとシンプルで100円って感じだと思ってでした。まあ、美味しかったっちゃ美味しかったけど、物足んなかったですね、ぶっちゃけ。でこっち鬼滅とか使ってますね。やっぱ鬼滅売れるらしいね。でもやっぱ多少値下げしたりもしてるのかな、どうなんだろう。綺麗に売ってるブースですね。まあ、個人的にはね、あんま綺麗には並べちゃうとみたいなところもあるんだけど、まあ、難しいところですよね。綺麗な方が高く売れるのかな、どうなんだろうね。で洋服扱ってるブースもあって、以前僕このフリマでね、ジーパン買ってますからね、うん、そうそう、なんか大きいサイズだけ残ってたっていうね、奇跡が起きて、ドルチャンドガッパーナのねジーパン買いました。お、2冊で100円。ここね、いいですね。まあ好きな本があればいいと思います。僕ね、小説は読まないんですよね。なんかビジネス書とかばっか読むんで。そうだからね、傘も売ってたんで、今回雨降りそうだったから傘結構売れてましたよ。1本100円200円で売ってたんでね、いいやつが。でここなんだけど、前ここでドラえもんとドラミちゃんのグラスの2個セット買ったんだけど、今回もあったんすよね。ただ値段が、僕が買った時200円なのに今回300円になったんで買わなかったんだけど、後で見に来たら売れてました。そう、やっぱ買うよね。まあ、300円でも本当は安いんだけど、前回同じとこで同じものを200円で買ってるから、なんか300円ってなんかなと思ってやめたんすよね。でここはなんだそうそう、ここはね、食べ物とかも全然売っていいね。あのフリマなんで、食べ物とか、あと採れた野菜とか売ってるとこもありますね。農家やってたりする人はね、大根とか持ってきてる
ブースもありました。でここら辺がねぬいぐるみがあったりして、結構ね今回の、まあ、目玉っちゃ目玉かな、うん、カードいっぱいありました。はい、しかも安かった、まあ、状態はあんま良くないんだけどね。そうですね。でこの箱の中は50円とかで、はい、ありましたね。今他の人が見てるからちょっとよく見えれないけど、まあ、今回ここでね結構買い物したんですよ。後で撮影してた時はねちょっと人が多すぎてねじっくり見れなかったんですよ。アドバンスソフトとかありますね。あ、これねシャーマンキングのトレカです。これね欲しかったやつで、まあ、こんだけいっぱい入って300円ならまあ全部ノーマルだとしても、まあ、シャーマンキングのトレカだけ今集めるの結構難しいんで、まあ、メルカリとかヤフオク探せばあるかもしれないけど、まあこの量で300円はいいかなと思って買いました。でドラゴンボールとかもありましたね、まあ、興味がある人だったらすごいいいカードだと思いますよ。あと虫キングとかいっぱいあったかな。今虫キング探すのも若干難しいよね。お店も扱わないからね。なんか自己店ね遊戯王ポケモンとかは扱うけど、まあいろんな種類のトリカがありました。これ虫キングね50円とか安い。結構この店舗ねこのブースかぬいぐるみも多かったっすね。ぬいぐるみもねタグ付きとかでちゃんと調べれば価値あるやつとか結構あるんですよね。特に寝そべりぬいぐるみ的なやつね。あこれはあ100円ね。この量で100円だからねまあ良心的な価格かなと思いますけど、うん、これ何のやつ。おドラクエか。結構このブース面白いっすね。ほら結構ほんとマイナーなトレカとかが10円とかで売ってるんで、ほんとね今僕クレヨンしんちゃんのトレカ欲しいんですよね。なかなか売ってないからね。こっちぬいぐるみ系で今回詰め合わせでも売ってましたね。絵とかも売ってたんだ。ぬいぐるみ詰め合わせ一つの詰め合わせで200円でした。まあ、ぬいぐるみが4個か5個入ってて、ちっちゃいやつが、まあ、200円なんで、かなり安いと思いますね。まあ、フリマはそんなもんかな、大体の値段は。遊戯王ね、結構買ってるおじさんいましたね。まあ、この日僕も買った、この日って今日なんだけど、僕も買ったんすよ。で、現場っていうか買って、ね、あのちょっと離れたとこで開けたんすよ。買った後ね開けて中身確認してよかったらもう一袋買おうと思ったんだけど、もう一袋は買わなかったです。まあそれはまた別動画でね、購入品紹介の動画で詳しくお話したいと思います。こっちの方にもブース結構あってね、 DVD とか売ってるとこもあったかな。ゲームソフトとかちょっとね値段が高めだったかなって感じはしたけど、そうやっぱね物量が少なかったりあんまり綺麗に陳列されてるとこはやっぱ高いイメージがあるかな。一番いいのは本当に主婦の人がさ子供のおもちゃをもう捨てるよりはマシかぐらいの感じで投げ売りしてくれてるとこいいですよね。おここねプラモとかもありました。ガンプラ的なやつとか、あと爆弾が大量に売ってたけど100均かなんかで仕入れて売ったもん値付けが微妙に高めなんだよね。だ仕入れて売ってもなんか利益出そうな値段なんだよな。でここはまあいつも出店されてる、もうセミプロかプロかわかんないけど、もうねちゃんとした商品を扱ってる店舗ですね。店舗っていうかブース、まあね結構セミプロみたいな人が多いけどね、フリマはどうしても初出店とかってなかなかいないからね。おドナルドダック、あのね手をねあのタンバリンみたいなの持ってて手をパン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 って言うと音が鳴るっていうおもちゃ、おもちゃというかぬいぐるみ、電動ぬいぐるみ。ここら辺は昭和レトロ感があるな。なんか雑貨屋さんって感じだよね。
こラジオとかね結構売ってて、まあジャンクなのか分かんないけど売ってますね。この日ね天気がね曇りでもう雨降りそうな感じだったんだけど、ほんとね大繁盛でしたね。今回出店した側はいいと思う。買う側はちょっと物足んなかったけど、いつもよりもね6、7ブース少なかったんですよ。そうだからちょっと買う側としては、あここね結構ジャンクの、あの家電製品を扱ってる中国人みたいな人がやってるとこで、はい、いろいろあります。はい、まあそんな感じで今回もねいろいろまたフリマ動画出していきますので、よかったらご覧になっててください。別の動画もね、でねこの今画像出てるコラボ動画もね今やってるんで、そちらもよろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。